準備はできている。行こう。一気に叩き潰してくれるわ。おのれ、よくもガルダンディよ。ただでは済まさんぞ。ただでは済まさんぞ、それはこっちのセリフだ。俺の弟弟子をいたぶってくれた礼はそんな程度では済まさんからな。悪あがきならさっさと死ぬ。先を急ぐんでな。若造がどこまでも人を舐めおって、天下無双と謳われたボラホーン様の力受けてみるがいいや。ただでは済まさんぞ。せこれで天下無双の力とは笑わせる。とどめを刺してやろう。さあ、スライド。おのれ、死ね。おのれ、邪魔だ。そこだ。大地山。アムド、これで終わりだ。ここまでか。次は貴様の番か。人間にしてはやるな。だが俺を他の二人と一緒にせん方がいいぞ。強がるのはやめておけ。見ての通り、俺の鎧は攻撃呪文やブレスなども弾き返す。知っているとも。そいつは魔界最高の名工と言われたロンベルクの策。鎧の魔剣だな。こいつはもらい物だ。作った奴の名前までは知らん。そうか。だが俺は強がりを言ったつもりはない。俺はさほど呪文が得意ではないし、何より武具ではお前に引けは取らん。まさかそれは。解くと見るがいい。ロンベルクのもう一つの傑作、鎧の魔装アムド。これで互角だ。いや、腕は俺の方が上だから俺が有利かな。ほざくな。海の王者、海戦機ボラホーン参りました。
準備はできている。行こう。お前には決して見切れん。次は貴様の番か。人間にしてはやるな。だが俺を他の二人と一緒にせん方がいいぞ。暗黒闘技だ。大事だ。強い。こいつだけ他の二人とは桁が違う。あのスピード攻撃を捉えることは不可能だ。なるほど、やはりパワーだけはある。しかしその力も俺に命中しなければ意味がないぞ。目障りだ。アムド。受けろ、陸戦機最強の一撃を。冒険リストール。もう、なんというやつだ。この俺がまるで歯が立たんと。死にきれんと見えるな。だがとどめは刺さぬ。そのまま不甲斐ない己を後悔しながら死んでいくがいい。俺はディーノ様を奪い返すためにバラン様のもとへ急ぐのでな。ディーノ、ダイのことか。たとえバランがダイの肉親であろうとも渡すわけにはいかん。ダイは今や地上の人間の全ての希望なのだ。希望だと？ふん、くだらん。地上のゴミの人間どもにそんなものを抱く権利などないわ。よかろう、メイドの土産に教えてやる。バラン様がなぜあれほどまでに人間を憎むかを。バラン様がこの世でただ一人愛した女性、すなわちディーノ様の母上は人間に殺されたんだ。ラーハルトは語る。ドラゴンの騎士はその強大な力ゆえに世界でただ一人しか生まれない一代限りのもの。寿命を終えるドラゴンの騎士のもとには聖母竜マザードラゴンが降臨し、騎士の持つドラゴンの紋章はマザードラゴンの宿した命へと受け継がれる。マザードラゴンはその子をいずれかの地に産み落とし、その地の人間はそれを神の子として育てる。そして子は成人した暁に己の宿命に目覚める。親の顔も子の顔も見ることなく戦い続けるのがドラゴンの騎士の宿命。しかしバランの代で例外が起こったのだと。15年前、バランは魔王ハドラーより強大な敵、冥竜王ベルザーの一族と戦っていた。死闘の末にベルザーに勝利したが、瀕死の重傷を負ったバランはドラゴンの騎士が力を回復する奇跡の泉へと向かい、そこで心優しき人間の娘アルキード王国の王女ソアラと出会った。バランはソアラの中に
優しい日差しの太陽を見、いつしか二人の間に愛が芽生えた。しかし、それを快く思わない家臣たちにより、バランは魔物であると噂され、城から追放されてしまう。ソアラへ別れを告げるバランだったが、ソアラは子を授かっていることを告白する。その子供がディーノ、つまりはダイであった。バランたち三人はテランの森に隠れ住んだが、魔物に王女を奪われたとあっては国の名折れと、怒るアルキード国王に居場所を突き止められ、大軍をもって取り囲まれてしまう。バランはソアラと息子の安全の保証と引き換えに兵士に捕らえられ、ソアラと引き離されたディーノ、ダイは異国の地へと送られていった。そしてアルキード王国にてバランが極刑に処されようとしていた時、放て！バカな、なぜこんなことを。父上たちがこれ以上ひどいことをするのを見ていられなかったの。でも人間を恨まないで、みんな臆病なだけなのよ。お願い、ディーノを探して二人で平和に。愚か者めが魔物をかばって死ぬと恥をさらしやって。恥さらしだと？貴様ら一体何様のつもりだ。消えろ消えろ人間ども。なんという自分勝手な生き物なのだ。私はこんなクズどものためにメリウオと命を懸けて戦っていたというのか。人間がこんなクズどもだと知っておれば守ってやったりはしなかった。バラン様は世界中を探したがディーノ様は見つからなかった。どうやら船が難破してしまったらしい。その失意のどん底の時に大魔王バーン様がお声をかけられたのだ。まず滅ぼすべきは人間ではないかとな。これがバラン様が俺だけに打ち明けてくれた悲しい過去だ。ラハルト、お前は強い。はっきり言ってもう俺には立っているだけの力も残されていない。だが今の話を聞いたらこのまま倒れているわけにはいかなくなった。ダイのためにもバランのためにもな。バラン様のためだと？どういう意味だ。俺にはバランの気持ちがよくわかる。かつては俺も人間の世界に失望していた。魔王軍に魂を売り全てを破壊してやりたいと思った。だが俺は気づいた。いや、仲間たちが気づかせてくれたんだ。人間の世界もまだまだ捨てたもんじゃないってことをな。だから今度は俺がバランにそれを教えてやりたい。俺なら伝えられるかもしれん。くだらんざれ言を抜かすな。バラン様の心の痛みがお前らなどに消せるほど軽いものだとでも思ったか。どこにこんな力が残っていたんだ。それに先ほどよりも早い。これが
命を懸けた時の人間の力だ。そんなもの認めん。としての宝剣ディストール。かかったな。一か八か。俺の命を音にした最後の罠に。何？お前と俺の武器が描く陶器の形をよく見るがいい。十字。ランドクレス。バカな。陶器を込めた自分の武器を隠し持っていたのか。俺に残された最後の武器だ。この鎖は誰にも切れん。俺たちアバンの使徒の絆の証なのだからな。絆。やはりグランドクルスを使った直後は思うように動けん。いつぞやのハドラーの時のように意識を失ってしまわないだけマシだが。貴様まだ生きていたのか。よかろう。二度と化けて出ないように今度は顔面をぶち抜いてやる。できるかな、ポップ。さあ武器を捨てろ。さもないとこの小僧の頭を握りつぶすぞ。卑怯な。やめろ。さっさとするんだな。わしは今気が立っているんだ。武器を捨てれば、いや、この俺を殺せば本当にそいつを見逃してくれるのか。こんな雑魚の命など興味がないわ。わしが欲しいのは貴様の首だけよ。さあどうする。いいだろう。いけねえヒュンケル、俺なんかに構わな。こいつをぶっ倒してくれ。そんなことはできん。バカ野郎、魔法力が空っぽの俺とお前じゃどっちが大の役に立つかぐらいわかるだろうが。それによ、お前が死ぬとすごく悲しむ奴がいるんだよ。マム、俺はあいつの涙だけは見たくねえんだ。だから頼む、生きてくれ。そしてあいつを幸せにしてやってくれよ。俺は人を幸せになどできん。不幸にしかできないんだ。だからせめてこの世の悪党どもを不幸にしてやろう。そう思ってお前たちの仲間になっただけの話。それにあの世に行った時アバンに叱られるネタをこれ以上増やしたくない。後輩を見殺しにしたなどと聞いたら今度こそ本当に破門されてしまうからな。いい心構えだ。動くなよ。死ねえ！ユンケル！
ラーハルト。陸戦機ラーハルト水産。準備はできている。なぜ俺を助けた？人質を取るなど誇り高き竜騎衆の名を汚す愚行、許しがたいことだ。ましてや人間相手にな。どうしてお前はそれほどまでに人間を憎むんだ？俺もディーノ様と同じ異なる種族間に生まれたものなのさ。ただし魔族と人間の間に。だがな、魔族の父は早く死に、俺は人間の母に育てられた。だが俺が七つの頃、魔王ハドラーと人間たちとの戦いが起こった。すると人間たちは俺が魔族の遺伝子を受け継いでいるというだけの理由で、俺ばかりか、母までも迫害し始めた。やがて母は病に倒れ、何一つ報われぬままあの世に行った。俺の悲しみをただ一人分かってくれたのがバラン様だったのだ。甘い奴らだな。人の悲しみを我がことのように。お前たちのような人間には初めて会った。お前たちならバラン様の悲しみを分かってやれるかもしれん。ラハルト、バラン様とディーノ様を頼む。ヒュンケル、もう一つだけ頼みがある。この俺の鎧の魔装をもらってくれないか。お前に使ってほしいんだ。鎧もお前のことが気に入ったみたいだ。たとえ戦場でとはいえ、最後にお前たちのような男に出会えてよかった。ラーハルト、お前の願いと魂のこもったこの鎧、確かに受け取ったぞ。